もう映像入ってるのかな。サミンスタンドに挨拶をして、これから、さあ2017年8月20日日曜日、曇り空の後期第4節東京23フットボールクラブ対埼玉サッカークラブですね。キックオフは11時ですので、さあ2017年拾ってまた繋いでいます。吉田正樹、河野哲司、縦いいボールだ、藤田亮介ナイスターン、フリー中に入ったシュート、埼玉サッカークラブ6番の選手がスローインですね。23の陣地の真ん中あたり、そして7番カットイン中に入ってきた、ワンツーでもらうのか、15番がシュート、ペナルティエリアの外うろうろしていますね。そしてもう1回戻して吉田正樹、ミドル狙うか、ワンツーか、元気オフサイドポジション、高人、オフサイドポジションにいた選手は、土曜日、夕方5時から江戸川区陸上競技場で、キックオフですね、関東リーグ東京23フットボールクラブ対ジョイフルホンダつくば FC のゲームが、行われます。見てる方は結構楽に今日はサッカー観戦できてますけれども、だんだんこう雲の切れ間から太陽、おっと、あら、河野哲司選手が今仲間にボールをこう蹴って渡した時にそのままこうピッチに倒れましたね。なんか嫌なコースを探す埼玉サッカークラブ、縦を入れてきた20番、さらに縦を狙う一ノ井がそのボールを追いかける、おお、ファールはない、よ、一ノ井へのプレーはファールがないということで、その後プレーオンされた、中に折り返されたボールを埼玉サッカークラブがゴールシュートを決めましたね。後半16分、先制したのは埼玉サッカークラブです。そのボールを埼玉サッカークラブが取った。全体的にやっぱり動きが非常に鈍い感じがしますね。やっぱ相当疲労度が溜まって、おー、ミドルシュートを打ち込まれた埼玉サッカークラブです。鍵をかけるのみって感じでしょうね。これをどう切り崩すか、田村シュート入った、背番号11田村聡がペナルティーエリアの中で粘って1点を返しました。さあその差、1点です。面白い、元気、縦いいのがつながった、山本恭平、うーた、入れろ、よし来た、追いついた東京23。左サイドで福井海がね、うまくプレーしましたね。相手のゴールキーパーがそのシュートコースを消しましたな。そして、23がまたカウンターです。田大俊平決めてくれ、俊平シュート決まったー、ゴール、田大俊平、もうギリギリのところでペナルティーある中でシュートを持ってきまして、最後にキーパーが弾いたところを埼玉サッカークラブの多分、オウンゴールを誘ったようなプレーになりましたが、いいシュートでしたね。上げたゴールに近づいていくボール、そのボールを埼玉サッカークラブが拾って、もう一回クロスボール、シュート、埼玉サッカークラブがコーナーキック、クロスボールに対してヘディングで決めましたね。吉田正樹、戻されてしまった、この時間はもったいない、吉田正樹、ここで、試合終了のホイッ、さあ両チームの選手がメインスタンドに挨拶をして、レフリーと挨拶をして、両チームとして挨拶をしています。2017年8月20日 ZA オリプリスタジアムからお送りしております。関東リーグ確認をしたいんですけれども、おそらく背番号10番の山本恭平選手が最後シューターだったと思うんですけれども、なんとかそれで